こんにちは、グッピーこずえです。この間実家を断捨離してたら、こんなんが見つかった。ババーン、松花堂弁当の容器なんですけど、こんな感じになってて、なんと今日は動画撮る前に一切買い物行ってないです。家にあるものだけで松花堂弁当を作りたいと思います。松花堂弁当っていうのは、この松花堂っていう容器に盛られるお弁当のことで、幕の内弁当と違うのは、幕の内弁当は芝居と芝居の間に食べられる、パッと食べられるお弁当。松花堂弁当っていうのはこういう風に仕切りがついてて、この仕切りがついてることによって、他に味が移らなかったり、お弁当よりもお料理という懐石のコースがこの中で繰り広げられるみたいな、いわばまあ和の USJ みたい なんかそういう感じ。盛り付け方なんですけども、ちょっと待って、思ったより何もない。これ見よう、金麦入ってた。まずは左手前に入れる煮物、残ってた。先っちょしか人参残ってないくて、むっちゃちっちゃいけど、飾り切り挑戦してみようかなと思います。酢の物の向こう漬け、酢の物1個破損した。うわ、のもの作ろうと思ったけど、ほんまタコとかかまぼことかも何もなくて、冷凍庫見たら大量の大じゃこ冷凍が出てきたんです。これ何匹おんの、これ大じゃこ祭りなんですけど。え、大じゃこ祭りって何。私流酢のものいきます。酢、ちょっとだし醤油入れてみれる。なんか絶対めっちゃ綺麗になってるはずでも絶対綺麗ならはった。いや、ほんま綺麗ならはった。ちょっとすりすぎた。おさい、おかず、天ぷらっていうイメージなんですけど、ほんまになんもない。王将の餃子とか、これ絶対おかしいじゃないですか。煮物、ご飯、酢の物、餃子、絶対おかしい。え、絶対おかしい。ないかな。いや、おかしいおかしいおかしい。ライトやったらちょっと色合い。いや、おかしいおかしいおかしい。え、どうしよう。え、絶対おかしいやん。おかしい。とええ感じのおかしい。あ、ちょっとしっくりくる。どうしよう。おかしい。絶対おかしい。いや、おかしいおかしいおかしい。なんでこのシーズンにこれあんの。大量祭り再び。桜エビのバリバリ凍ってんのめっちゃある。かき揚げ塩少な。まず玉ねぎ、細切りにしたエリンギ、なけなしの人参で、まさかの緑は大根の葉っぱでいきます。でもなんかすごい色はすごいいい感じ。卵白大さじ2杯ほど。妹が帰ってくるまでに松花堂弁当を仕上げたいと思います。おーで、煮物ぽいやん。じゃぽいやん。ぽえ、ぽお、鮭いらんかも。鮭も食べよう。なんかイメージ、ひょうたん型みたいなご飯のイメージ、勘で作りたいと思います。いいんじゃないの。いや、もうこういうことですから、こういう感じよ、こういう感じ。ベストタイミングです。家にあるものだけで松花堂弁当を作成しました。デデン、わー、すごい。デレデデデレレレレレレ。めっちゃイケてない。どの辺がイケてる。ご飯の形、ひょうたんや。見たことある。めっちゃ苦労したのに。めっちゃ頑張ったとこ全然褒められてへんやん。お前全然褒められてへんやん。お箸重い。せーの、いただきます。これから食べようかな。そのものかなちゃん、ちょっとやっぱり妊婦さんはそういうの。いただきます。うん、どうですか。残り物の味です。おいそれを回避しようと思ってやっとんねん、こっちは。うん、ん、京都の料亭。いや、残り物の味です。かき揚げです。ネギと人参と、あと1個はインゲン。ブー、大根の葉っぱです。大根の葉っぱって言われた瞬間、残り物と思って言われる前はかき揚げ。おいしい。大根の葉っぱ、うん、めっちゃシャクシャクしてて、の飾り切り見てや。ほんまや。うわー頑張ったやろ。頑張った感がある。あ、スタッフ頑張りましたやのに。味が染みている。お
頑張ったかもしれん。いや、じゃあどんだけ煮物落とすねめっちゃ食べんのもったいない。めっちゃ頑張ったから落とせ。うん、おいしい。ビーフナッチョ、ビーフナッチョ、うん、おいしい、うん、ありそうでなかったね、うん、残り物とかをそのまま残り物で出されるより冷蔵庫の残り物。お母さんこれ消化のベッド作ってん、これあんた見てみ、じゃーん。わー、食べる？食べてどう思った？残り物って感じやった。もう赤やかなり楽しい気分になるので、残り物を消化するときによかったら消化道弁当作ってみてください。消化だけにってこと？違うかったけど、え、そういうことにしよう、そういうことにしよう。毎週金曜日は女芸人の自炊事情という料理動画を更新しております。お金をかけなくても外食しなくても家で楽しい料理や美味しい料理を作ったり、普通よりちょっとでも面白い料理動画を作れるように頑張っておりますので、よかったらチャンネル登録と、この動画がちょっとでもいいなと思ったらグッドボタンを押して応援してください。ではでは、今日は京都で松花堂弁当を歌舞伎の後に食べたそうです。言ってよ、言うてよ京都で松花堂弁当を歌舞伎の後に食べたつもり貯金をしたいと思います。ではではでは。